ナナプレチャンネル。はい、ナナプレのヨッシーです。カメラマンは時藤です。よろしくお願いします。今回ご紹介する商品は今ぐいぐいと人気のカラーグリーン。このグリーンを文字盤に使った当店おすすめモデルを3つご紹介したいと思います。ヨッシーさん、グリーンって今そんな人気なんですか？うん、今グリーンっていうのは本当に人気のカラーで、いろんなメーカーさんっていうのがどんどんと新商品を発売している中で、このグリーンの文字盤っていうのは結構ね、いろんな時計に使われていることが多い。実際にナナプレとしてもこのグリーン文字盤を使った時計っていうのが今かなり実際人気がある商品になってます。売れてますよね。なかなか売れてるよね。で、今まではやっぱり定番のカラーっていうのはブラックとかシルバー、そういったものが定番かなと思います。そういったモデルももちろんかっこいいし、ただ、どこかこう、かっちりすぎるというか、定番だからこそ、無難すぎるっていうのも、やっぱり多いよね。普遍的なイメージもね、ありますもんね。せやね。あとは、若い方とかであれば、ブルーとか、そういった時計っていうのも、今すごい人気で、やっぱりでもこれも、すごくいいんやけど、爽やかな印象っていうのが、イコールこう、若い方向けっていうところもあって、なかなかね、こう、手を出せない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただね、その点ね、この、今回ご紹介するグリーン。これがね、かなり絶妙なカラーやと思ってて、ある意味こう人とか年齢もそうやし、そういったのも選ばへん絶妙なカラーかなと。これがまさにグリーンかなと思ってます。なるほど。流行りのグリーンってことなんですけども、今回はどんな人に見てほしいですか？せやね、今回はやっぱり、すでに1本とか2本とか時計を持ってて、その中で2本目は3本目、そういった複数ちょっと欲しいなと考えてる方に、今持ってるものとはちょっと違った時計を欲しいなと思ってる方がまず。で、あとは、初めて時計を買う方に関しても、あんまり人と被りすぎるのは嫌やなとか、ちょっと個性、あるいはその一本でこうおしゃれに幅広く使いたいモデルを探してる方、そういった方にですね、ぜひ見てもらいたいと思ってます。なるほどですね。では早速、グリーンの時計の紹介お願いします。はい。今回、私たち腕時計ナナプレが時計専門家として、グリーン文字盤のおすすめ時計を3つ選ばさせていただきました。とはいえ、それぞれにですね、いろんな特徴のグリーンや、または雰囲気、これもですね、絶妙に違うんですよね。なので、今回の動画を見ていただければ、皆さんの時計選びの選択肢の中に、新しいカラー、グリーン、これをですね、取り入れていただくことができるかなと思っておりますので、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、どうぞお楽しみください。それではヨッシーさん、1本目お願いします。はい、まずはこちらセイコーの SBTR017 でございます。我々からしたらもうおなじみの、せやね。時とか言うように、この時計実際ナナプレチャンネルでも何回かご紹介させてもらっております。ただね、何回も紹介したくなるほどやっぱりいい商品なんですよ。で、このグリーンの特徴っていうのは、緑というよりもちょっとダークな深い緑になっておりまして、少しキラキラした鮮やかなグリーンが特徴のモデルです。グリーン文字盤とはいえ、グリーンだけでなく、この文字盤内のクロノグラフの金色の差し色、これと合わせたこのダークブラウンのベルト、グリーン、ゴールド、ブラウン、この全体のバランスが本当に絶妙なのね。ヨッシーさんが言うよりカラーバランス非常にいいですよね。そう、なんかね、嫌味がないんよね。やっぱりこんだけカラー使ってるとなかなか調和しにくいと思うんやけど、この時計はほんまに考えられてて、その辺のバランスがすごくいい。デザイン的にもすごいいい顔してる。確かにそうですね。デザインの差は分かったんですけど、機能を教えてもらっていいですか？この時計の機能は、クロノグラフがついてるので、ストップウォッチの機能っていうのがあったりだとか、あとは日付表示、シンプルな機能になっております。防水性能っていうのも、強化防水になっておりますので、裏蓋もこんな感じでスクリューバック、水が入りにくい仕様になっております。ダイバーズウォッチではないので、その海とかプール、そういったところでのご視聴に関してはあんまりね、控えてもらった方がいいですね。やっぱり川やし、ただちょっとした水回り、雨がちょっとかかるとかで洗う程度でしたら、問題はないぐらいの防水性能がついてるかなと思います。デザインと機能性、いいの分かったんですけども、重要な価格ですよね。せやね。本当にコスパがめちゃめちゃいい時計で、お値段が 16,500円。コスパいいっすね。そう、めちゃくちゃコスパいいんですよね。もう何回も紹介させてもらってるんですけど、それだけお勧めできる、本当にナナプレとして人気のあるモデルです。なので、機能、品質、価格、そういった全てのトータルバランスで時計を選びたい方、そういった方にはこの時計1本持ってて絶対に損はしない商品かなと思いますので、ぜひおすすめです。この商品に関して、実は過去にナナプレチャンネルでも実際にもっと詳しく開封動画っていうのを上げております。概要欄に載せておきますので、この商品についてもっと詳しく知りたいという方はぜひそちらの方もご覧になってみてください。それでは2本目の紹介お願いします。2本目はこちらオリエントです。品番が RNAS0104E という商品になっております。いや、いいっすね。もう変わったな人。ちょっと俺の好きやもんな。個人的にすごい好み。見る目が急に変わるもんな。テンション上がる。選んだ理由教えてもらっていいですか。せやね。このオリエントの文字盤のグリーンっていうのは、さっきのはね、こう鮮やかなグリーンっていうところなんですけど、今回のはよりダークなグリーン、ダークグリーンっていうような、濃いお色味のグリーンとなっております。それによってですね、この金属のシルバー、あと文字盤のグリーン、この色味っていうのがやっぱり反対色になってるので、いい意味でこのグリーンの文字盤っていうのが一番映えるモデルになってるよね。なんでグリーンっていうところがこう際立った色味の時計かなと思います。とはいえ、全面にグリーンではなく、結構ね、一見こうブラックに見えるような絶妙なカラーですね。さっきのやつとどう？結構受ける印象違うと思えへん？いや、全然違いますね。ね、どこかさっきの成功っていうのはやっぱりこう爽やかな印象があったかなと思うんですけど、こっちはもう少し大人なダンディーな大人な印象の時計かなと思います。落ち着いた印象がありますもんね。もう文字盤からも見えてる、気になる機能なんですけども、教えてもらっていいですか？この時計は、簡単に言うと手巻き付きの自動巻き時計となっておりまして、生産国が日本製の時計です。で、時ともね、見てもらうと分かるように、やっぱりこの時計の魅力っていうのは、機械式っていうのもそうなんですけども、それのオープンハート、あとは裏蓋のバックスケルトン、やっぱりこれが機械式の良さでもあるし、このオリエントのモデルの良さかなと思います。いいですね。やっぱりね、何回もこういった形紹介させてもらう中で、機械式かつオープンハートっていうのはやっぱりいいよね。でもう一つ、この時計ならではの特徴っていうのがあって、サン&ムーン、この機能があるんですよね。そう、サン&ムーンっていうのは、ここの6時位置に装飾されたこのデザインのことを言うんですけど、簡単に言うと、1日の時間の経過、もちろんこの太陽が出て月が昇るみたいな、そういったのがあるんですけど、それを実際にこの文字盤によって、その動きっていうのを表現している機能になるんですよ。実用性っていう意味では、今月が出てるなとか、今太陽出てるなとか、そういった形で使えるものではなかなかないかなと思うんですけれども、やっぱりね、この見るたびにこのデザインが変わるんですよね。つけて楽しいっていうのもあるし、ワクワクするっていうのもあるんやけど、この目で見ても楽しい。さっきのこのオープンハート、バックスケルトンもそうやし、このサン&ムーン表記っていうのもそうやし、目で見て楽しむことができるっていうのが、このモデルの一番の魅力じゃないかなと思います。おっしゃるように必要性は正直ないかもしれないんですけども、オープンハートとサン&ムーン見て楽しめるっていうのはいいですよね。なんかちょっとしたこだわりがあるよね。では価格お願いします。このモデルの価格は 39,600 円となっております。こちらはオリエントの70周年を記念した500本の限定モデルです。今、7店に在庫はあるんですけれども、これはなくなり次第終了になりますので、ちょっとした希少価値もあるのかな。簡単にこの色の良さをまとめると、やっぱりこの主張しすぎないグリーン、このダークグリーンというような深い色味のグリーンというのがいいかなと思います。で、そこに入るこのオープンハートとサン&ムーンの表記、かっちりすぎてないいい遊び心としてアクセントになってくれております。どこかね、こうエレガントな雰囲気もありますので、ちょっとだけ大人な雰囲気が欲しい、そういう方にはお勧めしたいモデルです。それでは最後3本目お願いします。はい、3本目はこちらオリスです。来ましたね。来たね。2モデルときて、オリスですか。そう。これはちょっと品番はね、0175774123157527052058です。長い。そう。一応これが正式品番なんでちゃんとお伝えさせていただくんですけど、概要欄に商品ページの詳細載ってますんで、そちらの方をね、ぜひチェックしてもらえたらと思います。選んだ理由教えてもらっていいですか。だけどこの時計をね選んだ理由っていうのはすごくシンプルで、僕がこのモデルをめちゃめちゃ好きやから。シンプル個人的な理由ですね。めちゃめちゃいいよねこの時計。ちょっと語ってもいい？お願いします。とりあえずこのブランドオリスなんですけど、知らない方結構いらっしゃるかなと思いますが、ブランドのランクとしてはやっぱ結構ハイブランドなランクの時計となってます。よく聞くオメガとかロレックスとかそういった時計をねご存知の方は大勢いらっしゃると思うんですけど、このオリスっていうのも本当にすごくいい時計で、時計愛好家の方から高い評価を得てるブランドだね。オリスは創業してからほんまにもう100年以上の歴史がある老舗のスイス時計のメーカーです。で、このオリスのすごいところが 100% スイスメイドの時計しか作らんと。かつ、俺たちは機械式時計しか作らんと。そういう信念のもと時計作りを100年してるんよね。信念があるメーカーいいですね。熱ない？それ聞くと、おおってなんかなるやん、それだけで。より惹かれるものがあります。そう。他のブランドで言うとね、やっぱりそのいろんな機能の多さとかこだわって、電波ソーラー含め GPS 含め、もちろんそれも素晴らしいことやし、技術の進化を感じるんやけど、この機械式時計だけにこだわって作ってきたからこその機能、性能、品質、そんな全てがこもっているのが今のこのオリス 100% スイスメドってことで、価格も張ると思うんですけど、おいくらですか？この時計の価格は25万3000円となっております。まあ一応ね、今回ご紹介するモデルの中では一番高額なラインなんですけど、このだけの機能と品質があってこの値段に抑えられてるっていうのは、それこそまさにオリスが長年にわたってやってきた時計の知識、経験、いろんなことがあって初めて実現できてるんですよ。なるほど。じゃあその価格に見合った機能ということなんですけども、じゃあデザイン教えてもらっていいですか？このデザインはまずグリーン文字盤っていうところから入るんですけど、この時計のグリーンっていうのは今までのモデルと違って、光沢っていう部分では、どっちかというとマットな印象のグリーンです。結構はっきりしたグリーンになってるので、ある意味一番こうグリーンっていうのをダイレクトに感じれるカラーかなと思います。でこのグリーン文字盤っていうのもそうなんですけど、全体的にブラウンっていうところで色味が統一されてます。このケースもそうやし、このベルトもそうやし、全体的にシンプルなデザインだからこそこのよりグリーンを感じれるし、だからこそ単調すぎないいい抜け感にこのグリーンがなってくれてるよね。ケースの色味がまたいい渋さを表現してますね。そう、もうほんまに絶妙で、このグリーン文字盤もそうやねんけど、この全体の雰囲気っていうのがなんても言えないんだろう、エモい時計かなと思ってます。では注目の機能を教えてもらっていいですかね？機能としては手巻き付きの自動巻き時計、そしてもちろん生産国がスイスとなっております。これもね、バックスケルトンを搭載してるんですけど、ここがねめちゃめちゃかっこいい。というとレッドローターって時と知ってる？教えてもらっていいですか？レッドローターっていうのは機械に使われてるこの赤いローターのことを言うんですけど、この赤いローター見つけたらオリスであって、それがイコール良質な時計の証って言われるぐらいのオリスのまさに今トレードマークになってるよね。この赤いローターめっちゃかっこよくない？いいですね。ローターが変えるっていうのはなかなか見ないですもんね。なかなかないよね。これがね、なんかもう見てて本当にかっこいい。オリスの主張というか、せやね、こだわりやね。あとはポインターデートっていうのが使われていて、簡単に言うとこの日付が分かる機能になるんやけど、これね、どこに日付あると思う？どこですか？この地震と噴疹以外に、秒針もそうなんですけど、もう一つ赤い針がこの中に入ってるんですよね。これが実はインデックスの周りに1から31まで数字が入ってて、1日の経過をするごとに動く。それによって日付が分かるっていう、そういった機能がついてるね。それだけ聞くとふーんって終わってしまうかもしれないんですけど、実はこれを一番最初にやり始めたのがまさにそのオリス。今でこそ、フランク・ミューラーとかオメガとかそういった時計にも使われてるんですけど、一番最初にこの機能を開発して時計に取り入れたのがオリスだよね。なるほど。日付表示があったらごちゃつく顔とかあったりすると思う。そういうのがなくていいですね。この時計は必要な機能もそぐことなく取り入れて、なおかつデザインとしてもシンプルに落とし込んでる。もうなんかもうすごない？なるほど。デザインと機能の追求されてますね。ほんまにそういったところがね秀逸かなと思います。さっきもデザインのところでちょっと触れたんですけど、独特な色合いしてますよね。このケースやんな。そうです時とありがとう。このねケースも実はこのモデルの特徴がすごくあって、素材なんですけどブロンズを採用してるんですよ。で今実機を持ってね皆さんにご紹介してるんですけど、実はこれ新品じゃなくて、あえて当店スタッフの私物を手に取らせてもらってます。それがなんでかっていうと、皆さんに買っていただいて時計を届ける時っていうのは、じゃん、真空パック、こちらに入れてこのオリスの時計お届けしてます。なんか大層な感じはするんですけど明確な理由があって、ご紹介した通りこの時計に使われている素材っていうのはブロンズなんですよね。ブロンズの何がいいかっていうと酸化するんですよ。経年変化ってことですかね。酸化するってことは、適度が言うようにといった形でどんどんと色味が変化していくんですよね。酸素に触れてしまうとそういった形になってしまうんですけど、それを防ぐために皆様に一番綺麗な状態で届けるために真空パックに入った状態で届ける必要があるんですよ。なるほど、理解できました。普通の時計っていうのは傷がついても目立たへんような加工をしていたりだとか、そういったのが一般的かなと思うんですけど、このモデルはある意味逆だから、使ってもらってどんどん色合いが変わっていくし、ちょっとした傷ってやっぱりケースについてしまうやんか。それも味に昇華させてくれるんですよね。めちゃめちゃ良くない？どんと皆さんだけのまさに世界に一本の時計になってくる。もうそういったのもね楽しみに見てるかなと思います。すごい惹かれます。もうほんまにめちゃめちゃ熱いよねこのモデル。やっぱりコスパがいいとはいえ安い時計とはなかなか言えないお値段かなと思います。でもだからこそ皆さんの長い人生をこう共に一緒に歩んで、さらにその奇跡を刻んでくれるみたいな、なんかそういうことができる時計かなと思うので、僕は本当にこの時計っていうのがすごくおすすめとして今回ご紹介させてもらってます。なるほど、うまいことまとめますね。いやなんかすごいいいよね。なんかもう傷が傷にならへんっていうか、そういったのはやっぱりなかなか時計って難しいやんか、ね、どんどんボロボロになっていってしまうとか、それも楽しめるっていうのがこのモデルの良さかなと思います。確かに耐久性を求めるメーカーがいる一方、経年変化も楽しめるブロンズと、いやーいいですね。ちょっといろいろ紹介させてもらったけど、どう、ちょっとグリーン好きになった？いや、グリーンと一言に言えると各メーカーの特徴もあって、素材の差もあってあるね。色味もそうなんですけど、惹かれるものがいっぱいありますよね。そやね、本当にね、今グイグイグリーンは来てるんで、皆さんにぜひね、選択肢に加えてあげてほしいなと思ってます。では最後に3本とも総括してもらってもいいですか？はい、まず1本目のこちら、セイコーの SBTR017 です。これはやっぱりこのグリーンの文字盤もそうなんですけど、価格、品質、デザイン、その全てのトータルバランスがめちゃめちゃコスパいいです。このね、グリーンの文字盤のカラーと、あとゴールドの差し色、こういったところのカラーバランスもすごくいい商品なので、お値段もね 16,500 円と比較的買いやすいモデルになってますので、いろんな方に幅広く選んでもらえる時計かなと思います。1本目はトータルバランス重視ですね。せやな。2本目はオリエントの RNAS0104E ですね。このグリーンはダークで濃いお色味のグリーンなので、渋い大人な印象の時計です。あとはオープンハート、バックスケルトン、そしてサン&ムーンといったですね、見てて飽きないような遊び心があるいい抜け感をですね、出してくれる時計になっておりますので、かっちりしすぎてないけど、大人っぽい時計が欲しいとか、そういった方におすすめしたモデルです。3本目はこのオリスですね。もう本当にね、もっともっと語りたいぐらい魅力にあふれた時計なんですけども、文字盤はね、グリーンのマットな質感のお色味です。やっぱりこだわりがあふれる本格派の一本かなと思います。本格的なね、機械式の時計が欲しいとか、あるいは長く大切にですね、ずっと使ってられるような、一緒に歩んでくれるまさに人生の相棒が欲しいとか、そこまでいってしまうと課題かもしれないですけれども、そういった時計になってくれるモデルかなと思いますので、そういった時計が欲しい方にはぜひぜひお勧めしたいグリーン文字盤の時計です。今回は改めてグリーン文字盤のおすすめモデルを3本ご紹介させていただきました、皆さんお好みの時計はありましたでしょうか？何かあった時とやっぱりオリエントですかね。オリエント好きすぎだろ。オリエントもね、確かにね、すごくいい時計です。今回ね、ほんまに5000点以上ある中から3つご紹介させてもらってますので、どれも本当にお勧めできるモデルだったかなと思います。今回ご紹介したモデル以外にもですね、例えばこんなモデルも紹介してほしいとか、こういった時計もあるのとか、そういったですね、感想やコメントなどもありましたら、ぜひぜひ教えてもらえると嬉しいなと思っております。今後もナナプレチャンネルとしていろんな時計を紹介していきますので、時計が好きだとか、もっともっと知りたいとかいう方にはですね、チャンネル登録などしていただけますととっても嬉しいですし、今回の動画を見てグリーンええなって思ってもらいましたら、いいねもいただけるととってもとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。ナナプレでした。バイバイ。バイバイ。